from a place of hardship to a place of ease, 'cause a place of flourish in return it's for a reason that I couldn't say yet. おはようございます。いや、やっと来ました。滋賀県のブナヶ岳に来ました。この去年の夏は、この近くの蓬莱山には登ったんですけど、ブナヶ岳は初めてです。このブナヶ岳に登ろうとしたのはもうほんと1年ぐらい前だったんですけど、結局なんだかんだおなだりになっちゃって今になっちゃいました。本当はちょっと冬に来ようと思ったんですけど、別の山に行ってましたね。今日は市民センターに駐車してから、その辺りからピストンでブナヶ岳帰ってこようかなっていう予定です。結構急登のところもあるみたいなんで、慎重に気をつけていこうと思います。それではレッツゴThank you.
序盤から結構きついですね、これ。しかも暑い。体力がだいぶ割れてます。いやー、ちょっと今日はしんどいですね。なぜかって言ったら、今日睡眠時間、多分3時間ぐらいしかとってないんですよ。やっぱ睡眠大事ですね。本当睡眠取らないと、めちゃめちゃダメなんですよ、僕。体が動かなくて。いやー、きつい。滋賀県ブナガ岳1212m 到着です。Turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Baby, it's time we got out. From underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky.Your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent, falling. The wind is calling. You must return to the wild. You're silent, falling. The wind is calling. You must return to the wild.Take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite. Can make you feel just like you were young again.
いやかなり癒されました。お腹も満腹です。あとはもう同じ道を戻るだけなんで、気をつけて下山したいと思います。お疲れ様でした。無事、ブナガ岳から下山しました。いやーきつかったですね。昨日の寝不足と、さらにはもう本当登山口からの急登、それがもうずっと続いてましたからね。いやーきつかった。本当稜線出るまでが勝負でしたね。いや話には聞いてましたけど想像以上でした。いやー、まあ、でもそれを乗り越えた先に見えたその大展望、もう感動しましたね。しかもご飯 もう大満足、美味しかったです。まあ本当登った甲斐があったなと思いました。今日の教訓は睡眠大事にってことですね。はい。いやまあとりあえず事故なくてよかったです。やっぱちょっと下山がやっぱ僕は苦手かなと思いますね。結構きつくなってくるんで、まあやっぱ体重も重いというか、それが多いかなと思うんで、もうちょっとなんとか痩せたいなと思います。はい。まあそんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。